さん、こんにちは。しのです。みんなは伊賀市の広報って読んだことあるかな？この前読んでいて思ったんだけど、甲賀市や亀山市の記事が載っているんだよね。伊賀市の広報なのになんでだろう。仁子先生なら知ってるかな？仁子先生。こんにちは、しのさん。何か悩んでいるの？うん。伊賀市の広報なのに、なぜ甲賀市や亀山市の記事が載っているのか、不思議に思っていたの。なぜなのかな？先生、知ってる？もちろん知ってるわよ。しのさんは、伊古賀連携プロジェクトって聞いたことある？ううん、初めて聞いた。それって何？いいわ、伊賀市。甲は甲賀市、賀は亀山市。この3つの市はお隣ということで、市や県を越えてさまざまなことを協力し合っているの。このことを3市の最初の文字を取って伊古賀連携プロジェクトと言っているのよ。へえ、そうなんだ。あ、甲賀市と亀山市ってさっき気がついた？現代は自動車などの移動手段が発達したおかげで、日常生活で行動する範囲がかなり広くなっているわよね。例えば、しのさんのお家はどこで買い物してる？時々お父さんの車に乗って甲賀市に買い物に行くことがあるよ。そう、今は買い物について思い出してもらったけど、その他にも通学や通勤、通院を思い出してみて。しのさんの知り合いの中には市内だけじゃなくて他のところにも行っている人がいるんじゃないかしら。市や県を越えて人が移動したり交流したりしているの。だから社会的な課題も一つの市では解決できないものが増えてきているわ。そんな中では一つの市だけよりみんなで協力した方がいいと思わない？そうだね。だから広報誌にも甲賀市や亀山市のことが載っているんだね。そうね。しのさんが見た情報交流広場、隣町、伊賀、甲賀、亀山もその取り組みの一つね。ちなみにウィークリー伊賀市でも時々甲賀市、亀山市のイベントなどが放送されているわよ。他にもいろいろな取り組みが行われているから、興味があったら調べてみてね。うん、そうする。教えてくれてありがとう、先生。またわからないことがあったら教えてね。わかったわ。実は伊賀市はもう一つ市町村の枠を超えた取り組みをしているのよ。それはまた今度お話しするわ。それじゃあまたね。